続きましての、適当英語レッスン8は、これもまた日本語でなかなか同じようなことを言えない、同じようなことを言える言葉が見つからないっていう言葉です、英語で。まあすぐ言っちゃいますと makes sense。 もちろん過去形だったら made sense とか he とか it とか that とか、それもちろん変わってきます。 that doesn't make sense とかで、make sense っていうフレーズを覚えて、紹介したくて、まあできたら例も入れながら説明していきたいんですけど、なんせ適当にやってるんで、思いついたままやってるんで、いい例が思いつかないと思うので、まああと後々、いい例が思いついたら下のディスクリプションか、まあ、説明のところで書きます。で、 make sense っていうのは、まあもちろん make は普通の動詞、 make は作るとかの make ね、 make で、センスは、普通に言うセンス、S-E-S-E S-E-N-S-E、 そうだね、センスで、まあもちろんさっき言ったようにメイクは動詞なので、これも、その周りの状況とか状況によって変わってきます。過去形だったり過去形、三単元だったら三単元、いろいろそう変わってきます。まあセンスはセンスで、センスの前に any とかついたりするし、makes any sense とか、でも大体これが使われるのは否定形、 doesn't make sense とか does not make sense で、日本語で言うとなんか意味わかんないとか、言ってこと意味わかんないとか、全然理にかなってないことを言われたり、理不尽だったりするとき、例えば今日、じゃあいいよ、あなたが兄弟いるとして、あなたがじゃあお姉ちゃんで、妹がいると。で、妹が、じゃあお父さんはすごい厳しいとね。で、じゃあ妹がなんか、じゃあお父さんから普段言われてる言いつけを破ったと。で、そのあなたのうちでは、そのお父さんの言うことを破ると、外出させてもらえないと。しばらく。その、どっかに、私用で外出はダメだと。で、別にそれで妹がじゃあ変なことやっちゃったから、約束破ったから、お父さんはじゃあ妹には外に出させないとしてますね。でもあなたは別にそんなに約束を破ったりしてないけど、お父さんはもうじゃああなたが家に帰ってきたら、妹がちょうど約束破ってその喧嘩してる時で、じゃあお父さんもうお前らお二人ともじゃあ外じゃ出ちゃダメだって言われて、でもあなたは何も悪いことしてないのに、なんかお父さんがすごい怒ってたから私まで飛ばし食らっちゃって、 This doesn't make sense とか、そういう感じで使いますね。 This doesn't make any sense とか、 any をつけると全然理不尽とか、超理不尽、全然意味わかんないとかっていう感じ、より強くなります、 any をつけると。で、まあ、肯定形で言うときはお互いに言い合ってるとき、 This doesn't make sense, Yes it does, it makes sense とか、例えば他のシチュエーションだと、じゃあ数学の勉強をしてます、で、あなたは数学がすごい苦手だと、でもじゃあ友達が教えてくれてるんだけど、こうじゃあこ、なんだ、公式とか当てはめながらやってんのね。でもその友達は数学得意なので、教えてくれてるんだけど、あなた You は全然できないの。あ、 This doesn't make any sense, I can't do this。 でもその友達は数学得意で、全然やってること、あなたがやってること分かってるから、Yes, it does. It makes sense. If you follow those rules, you can definitely solve them. だから、ちゃんとやればできるじゃん。わかんなくないよ。It makes sense. とか、まあ、they make sense. とか、まあ、その状況状況だけど、そういうふうに感じて使えます。まあ、あとはわかんないことっていう意味で言えば、別に他のことでもいいよ。言葉、勉強してて文法が超難しいと、じゃあフランス語、スペイン語やってます、でもスペイン語、名詞に男名詞、男性名詞、女性名詞があってわけわかんないと。でもたまにマップ、マッパはマッパだし、
あ、マッパ、マッパはマッパだ。男性名詞も女性名詞もマッパ、マッパス。お男性名詞は普通マッ、あの、なんだろう、リベ、リブロとか、オー、オー、オーの音で終わるんだけど、マップ、地図に関しては、俺がもし、if I'm correct、if I'm correct。まあ間違ってるかもしれないけど、まあそれはいいんだよ、細かいことは。なんで、こういう風になるって言われてんのに、なんでこれだけ、これだけ例外で、例外なの、意味わかんねえ。It doesn't make sense. I don't understand. みたいな感じで言ったりする時もありますね。あとは、例えば、日本ではよくある電車の遅延というか、人身事故とかで遅れることがよくありますね、日本では。山手線とか。で、なんで、じゃあ人身事故じゃないけど、じゃあ線路内に人が立ち入った関係で、安全確認のために、ただいまダイヤが大幅に遅れていますとかあるじゃん。それから10分ほどとか。なんで電車、人が線路内に立ち入って、それを安全確認するだけで、こんなに時間かかってんだよとか、例えば30分遅れてたら、This doesn't make sense! っていう感じでも使います。まあもちろん、この状況に関して言えば、いろいろ安全確認というのは、なんか多分電車の関係者の人もいろいろあって、その人たちもやっぱ早く、なるべく早く、また電車を動き出させたいんだと思うんだけど、動き出したいと思うんだけど、やっぱいろいろ、ね、法律のあれがあったり規定があったりするから、多分簡単に「あうっしゃ人がいなくなったね」っつって勝手に動かせるわけじゃないと思うんで、まあこの話に関しては。でも俺らにとっちゃ、普通のさ、人にとっちゃ、なんで人にこうあれなん、あの線路内に人が入って、よしじゃあそれいなくなったから発車すりゃいいじゃんかよって思う人もいるじゃん、でもいっぱい。でもそんな簡単じゃない。でもそういうふうに思う人たちにとっては This doesn't make sense。 なんで人が入って、あの人が入って危ないからで、こんな10分も20分も30分も電車が遅れてんだよって言って、どいたら発車すりゃいいじゃんかとかさ思う人にとっては、 This doesn't make sense っていうことなわけよ。でもそういうのがちゃんといろいろな事情があるってことを理解してる人にとっては、 It makes sense. Yes it does. It makes sense. There are many things that they have to check and make sure みたいな感じで、いろんなやんなきゃいけないことがいっぱいあって、ちゃんと安全に安全を重ねて、で、他の電車とのダイヤの調整もして、やっと走れるんだよ、とかさ、そういうこと。だからいろいろあるよね。だから、日本語でも言えないことはないんだけど、This makes sense とかって、そういうフレーズと、こういうフレーズとしては、ぴったり来るものがないし、makes sense とか doesn't make sense っていうふうに、一つで表せるが、make sense か doesn't make sense として表せる、いろんなことを表せる言葉が日本語ではないと俺は思う。これもまた周りのその英語喋る友達も言ってて、これそうそうそう、これ日本語で言えないよねとかさ、日本語で言おうと思うとき超迷うという人がいて、だからこれも、まあ、皆さんが英語を勉強してったり、英語をより日常で使うようになっていったら、多分これを聞いたり、より使う、あなた自身も使う状況が出てくると思うんですけど、そうな、ちゃんと使えるようになったら、ニュアンスが分かるようになったら分かると思う、俺が今言ってることが。もちろん、あ、そうだよね、これは俺も言い方分かんない、私も言い方分かんないねっていう人もいると思うけど、今でも、まあ、そういう人はあんまりこういうビデオ見てないと思うんだけど、まあそういうことです。 Make sense ね、そういうこと。はい、Thanks for watching. そういうことですね。じゃあまた、See you soon. Bye.